大谷中学校、高等学校は、大阪府大阪市安倍野区にある私立中学校、高等学校である。女子校として運営されている。通称は、大谷。大阪府では、数少ない完全中高一貫校の一つとして、新州大谷派を見学の理念とした女子教育を行っている。教科教育のほか、情報教育や国際理解教育にも力を入れている。 本校の他手塚山に手塚山学者を持ち、勉強合宿やクラブ活動などで活用されている。学園長は佐藤恵美。大谷学園は新州大谷派ナンバー別院内で大谷女学校を運営していたが、1920年に未堂筋の拡幅計画が発表され、学校敷地が道路用地となった。このため、東成郡天王寺村大技天王寺屋座協立に、 新校地を確保するとともに高等女学校と旧制女子専門学校も新設されることとなった。安倍野の,の新校地には1924年に大谷高等女学校、1930年に大谷女子専門学校が設立され、1931年に大谷女学校が南御堂から移転した。学生改革により1947年に 新生中学校の大谷中学校が設立され、1948年に高等女学校を新生高等学校に改編して大谷高等学校に改称。なお、1983年に大谷女子短期大学が富田林市へ、2013年に東大谷高等学校が堺市南区へ移転しており、安倍野は本校のみとなっている。ありがとうございます。